こんにちは一<や>瀬です海外のニュースサイトのの記事を日本語でご紹介すする動画になりますこのチャンネルを以前からご覧いただいている方はご存知かもしれないんですけれども私はネットショップの会社を経営しておりましてこのネットショップの上が本業ということになるんですけれども先週の週末からですね楽天スーパーセールというものが始まっておりましてこのセール期間は通常の10倍ぐらい売れるんですね。 それで今週はその本業に時間を取られておりまして YouTube の更新の時間が取れずにいたんですけれども「アメリカのバイスというねニュースサイトの方からご紹介したい記事がありましてこれは12月2日の記事なんですけれども今日はこちらの記事をご紹介させていただきます。でいつものようにできるだけ記事に忠実に日本語にしていきたいと思います。 えこの記事はえアメリカのニュースサイトの記事なんですけれどもえ記者というかねあのライターの方はえお名前があの花子モンゴメリーさんという、ね、お名前でおそらくなんですけれども日系人の方かもしくはねアメリカ人の配偶者がいらっしゃる日本人女性ではないかと思います。ということでえまずはね見出しの方から見てまいります。え日本のプリンセス 眞子内親王は今や一般人の眞子ですがニューヨークではスポットライトから逃れることはできませんこういった見出しで始まる記事になりますそして見出しよりもやや小さめの文字で日本の元内親王がニューヨークに向けて出発してから2週間以上経ちましたがマコがどこに行き何を食べ何を買うかはずっと追跡されていますということですね まこさんがどこに行こうが何を食べようが何を買おうがずっとメディアが注目しているというこういった記事になりますそれでは記事本文ご紹介していきます日本の元内心のまこは深緑のコートを着て家庭用品の小売店ベッドバスビヨンドでショッピングをしました彼女はハンガーとペーパータオルをカートに入れボディーガードが背後から護衛することはなく店内を見て回りました 買い物の後、彼女は買い物,買い物袋を抱えてニューヨーク市のストリートをさまよい新しい家への帰り道に迷子になっているように見えました眞子が10月に平民のボーイフレンドと結婚して皇族の地位を失ったため眞子がアメリカで一般人としての生活を切り開いていく様子に注目している人たちにとってこの姿は大変興味をそそるものでした こここのののようなことが起こったのは日本の歴史においてて初めてです、まあ、前代未聞ですと、えー、先月眞子がニューヨークのブロンクスにあるフォーダム大学で法律を学んだ小室圭と結婚し、えー、米国へ移住したことについてニュージャージーに住む日系アメリカ人の、えー、野隆さんは語りました日系アメリカ人の方にまでねこ前代未聞ですよと、ね、いうふうに言われちゃったわけですね。 それから30歳の眞子は皇室を離れた最初の女性皇族ではありませんでしたしかしながら海外ででのの生活を求めた最初の女性皇族です昭仁上皇の一人娘である元内親の佐弥子さんは黒田佐弥子さんですね2005年に一般人と結婚した際に同様に皇室を離れました。 しかし真子、ま、とは異なり彼女は日本に残り現在は神道の最も神聖な伊勢神宮の最高巫女を務めています元女王の森谷文子さんは2018年に一般人と結婚した後も日本で暮らし長年にわたって皇室とは密接な間柄です現在東京から6,700マイル離れた場所で小室夫婦の新生活のありふれた細かい部分までが綿密に監視されています この6700マイルなんですけれども、えー、とキロにすると大体1万782キロということになりますので、東京からはまあ1万キロぐらい、ね、離れている場所ということになります。でその 報道のねね必要さはしつこさはこです、ね、2017年に婚約を発表してから何年もの間日本の週刊誌がこのカップルをしつこく追い回した時に日本国内でもしつこく追い回されていたけれどもニューヨークでもこの追い回されるというね状況自体は同じなんですよということですね。 ここでですね、しつこく追いますという意味で「えー、ハウンド」という、ねえー、言葉があの原文では使われているんですけれどもこの「ハウンド」というのがあの猟犬をねこう消しかけてなんかこうき狩りとかねうさぎ狩りとかする時にあの犬を連れていくじゃないですかそういった時の,あの猟犬をね消しかけてその猟犬があの、まあ、対象の、ね、相手を追い回す感じですね。 なんかこう鍵もあるみたいなねちょっと嫌な意味も含んでいる単語になるんじゃないかと思います真子は必要な報道から PTSD を発症したと述べ父親の秋篠宮文人皇嗣殿下は先週日本の皇室の一員としては異例の遠慮のないコメントで娘に関する卑劣な報道を批判しましたこれはね誕生日会見のことなんですけれども一般のね皇族の方は 普段はこは誰も傷つけないようなねこう考え抜いたまあ各方面にこう配慮ある発言をされますけれども今回はもう本当に異例ということですねえ。記事の中では異例の遠慮のないコメントでという部分にアンダーラインが引いてあって強調されてあります。 しかし今年初めに英国王室を離れたがカリフォルニアに移った後も高い注目度を保っているサセックス公爵である英国のハリー王子とメーガン夫人とは異なり小室夫婦はスポットトライトから離れた生活をを送るることを絶望しているようです。小室系は11月に最初の弁護士試験に不合格で弁護士として勤務できるように2月に再受験を目指しています。 伝えられるところによるとマコは市内の芸術機関で働くことになります彼女は以前東京大学の美術館の関連研究者として5年以上働いていました彼女は功績離脱の際に女性皇族に伝統的に与えられていた140万ドルの一時金を断りました 1>, 1億4万の持参金ということですねこれは皇族を離れた後でさえも貧困に陥らないようにするための資金ですかつて日本の報道から逃れることを熱望していた眞子ですが彼女は結局注目される立場であることに気づいていますこれまでと違う点があるとするならば彼女は続けていくキャリアがあり彼女を支援する皇室の期間はもうないという点でしょう。 えーとこのキャリアについてはあの学芸員の、ね、仕事を、まあ、ずっと続けていくことができるということですけれども、えー、後半の部分ですね、えー、彼女を支援する皇室の期間は、えー、もうないというところはあの違ってますよね。今ででもロイヤル忖度で幼児会に担当職員の方がいて 今のヘルズキッチンの住まいも準備してくれたようですしマンションの警備もま倍に増やしたとかねそういった情報も YouTube などでご存知の方も多いのではないかと思います独立への道は最初から危なっかしいものでした小室夫妻が11月14日にジョン F ケネディ空港に着陸した時日本のメディアは小室夫婦の服装に注目しました 人々が注目したのはスター・ウォーズの悪役であるダース・ベイダーをプリントした小室圭の T シャツでした。後に小室圭がニューヨークでダース・ベイダーがプリントされたスリッポンシューズを履いている姿が報じられた時30歳の彼がそのキャラクターに親近感を抱いているのではないかと憶測が流れました。日本の報道評論家たちは小室圭はシャツを通じて 自分はこれから悪役になるというメッセージを伝えたかったのではないかと疑問視しました精神科医は30歳にもなってダース・ベイダーシャツを着るのは何かの嫌味じゃないかと分析しました彼のファッションセンスはダサすぎるとも報じられていましたマコが長い髪を下ろしジーンズ姿なのは自分をより庶民的に見せたいのではないかと指摘する人もいました マコがニューヨークで夫と一緒に楽しく歩いている姿が、えー、捉えられた時彼女のコートがどこで買ったものかを詳しく報じるレポートがありました有名人のゴシップサイトであればこのような報道はごく普通のものかもしれませんが小室夫妻にに関心がある人たたた。ちにとってさえ、これは行き過ぎた報道でした、えー、菅野氏はマスコミによる小室夫妻への報道陣の追跡をストーカーに例えました 婚約以来小室カップルに注目している22歳のファンである中村亜美はすで、えー、に彼らのことを心配し始めていますというようなことで、えー、記事が締めくくられています、えー、ちなみにね最後に出てきた、えー、小室カップルのファンである、えー、中村亜美さん22歳 <laughs> この人は <laughs> 実在するのでしょうかねファンがいたんだっていうのはね若干ちょっとびっくりな感じで、えー、締めくくられた記事なんですけれども。 こういった、ねえー、記事が、えー、アメリカのです、ね、ニュースサイト、えー、バイスで、えー、12月2日の付の記事で取り上げられておりました。えー、ということで、ね、あの記事通りに、まあ、日本語で、ね、ご紹介させていただいたんですけれども、えー、最初の方に、ね、出てきました、えー、ニューヨークでの、ね、こうお買い物の場面なんですけれどもこれも YouTube の, you の、ね、情報なんかによると、まあ、やらせなんじゃないかという、ね、話もあったりとかして。 いわゆる、ね、こう、えー、庶民派でいろんなねこう忖度も受けずにやってるんですよっていうのをアピールするためにあえてねああいったこう、えー、お買い物のシーンなんかをボディーガードとかをね、えー、わざとこう映らないようにして撮影したんじゃないかっていうようなね話もありますけれどもなんかねいろんなこう裏でのね忖度がいろいろあるっていうのを知ってしまうとそのやらせというのも 意外とね、まあ、真実なななんじゃいいいかなという気もいたします就職についてもね学芸員の資格を生かせる仕事ということなんですけれどもこれもねロイヤル特権を使わずに決めていただければと思いますけれどもあの現地の、ね、日系人から紹介してもらうとかまでは私個人的にはいいと思うんですけれどもねなんかこういうところでねあの仕事を募集してたよみたいなね情報をもらってで紹介してもらって自分で履歴書を書いて面接を受けて。 であの相手のね、えー、採用担当者の方にちゃんと能力をね実力で認められて採用ならいいと思うんですけれどもなんかねこう領事館が裏から手を回してとか何かねあのお金を寄付する見返りにこのなんか名前だけでねポジションをつけてもらってとかねもうそういうのは本当恥ずかしいので、えー、やめてほしいというふうに個人的には思います。 ということで、えー、今日はアメリカのニュースサイトの記事で、えー、バイスというねニュースサイトの方からマコ、えー、内司のですね一般司の小室マコになったんですけれどもニューヨークに行ってさえもねやっぱりこう周りの注目から逃れることはねできないんですよというような内容の、えー、ニュースをお届けいたしました本日の動画は以上になります今日もご視聴いただきましてありがとうございました。